ゲーマー予備校塾長伊集院光である。今日はね、第三課題決戦を前にね、特訓日ということで、スバルビルの前のこのマンホールの40センチ横集合でね、みんなでちょっと強化合宿に臨みたいと思っているが、もうすぐに、おはよう。40センチだ、ちゃんと40センチ横。ものすごい分かりづらい目印ですよ、それ。まあな。続いて川村も到着。しかし残るアンタッチャブル山崎はあろうことか収録現場に大遅刻。あいつじゃもう自ら降りるってことでいいのかな番組は。まあ泣きにしもあらずですよね、このまま行ったら。もう待ってらんないんで、効果歌っとくか。あ、そうですね。よし、現場呼び行こう。効果ゲームが上手に。効果ワンコーラス以内にもしついてれば許してもよかったんだけども、あ、伊集院さん何来ましたよ。あ、急いでないしかも。一発で、あ、バス止めた。バス止めたよ、あいつ。なんだよ、あいつ。早いですね。もう効果歌い終わっちゃったよ。そうだよ、遅刻だよ。何してたの？あ、いやでもあれじゃ二人の特訓の授業は。あ、そういう意気込みで来てんだもん。え、なんで？それはそうだけど。こっちは指導するからですもんね、伊集院さんと僕は。なんでお前と指導するの？そうだよ。違うじゃんけ。違う。こっち班じゃないじゃんけ。グループ分けするとこうなる。あれ、こっち班じゃない。こういうふうになるに決まってんじゃん、どうかんだ。何ですか、このせいは。まだ全然僕危ないですか？全然じゃないよ。やっちゃった、遅刻。今気づいたのかよ、お前。やっちゃった、でけえ、これ。すいません。どうしましょう、伊集院さん。いや、俺そういう。まあ俺はね、心はすごく広いんで、後ほど何かの形でね、償ってはもらうけどね。さて、山崎に課せられる恐るべき償いとは。てなわけで今夜は決戦直前、番組降板をかけた最終試験に挑む川村とアンタッチャブルに、またも数々の試練が襲いかかる。そして遅刻した山崎に下された怒りの制裁、果たしてその結末は。では今週も行ってみよう。浜さん光のすげー話。最近やるじゃないですか、フライングトークがもしかしたら減ってるんじゃないかっていう。あ、はいはい、なんかちょっとヒントぐらい教えてください。どんなのですか、ね、そのノート。ノートこの大事なノート。怪しいノートランク分けしてるでしょ。そう。しかもだって読んでも分かんないようなことばっか書いてあるじゃないですか。ね、俺覗いても分かんないけど。落としたら大変じゃないですか。あ、そうなんだ。はい、暗号なんだ。いや、自害じゃないだけなんですけど申し訳ないですけど。64遊ぶ人はやっぱり4月にゼルダのムジュラの仮面が遊べるじゃないですか。はいはいはい。これはもう絶対ありですよね。ありですよ。だってゼルダの、もう指が覚えてる操作感で、また違う話ができるわけじゃないですか、はい、ですからもうとりあえずまずゼルダ遊んでください。でそれで一月くらい遊んだら、星のカービィマリオ RPG が出ます。マリオ RPG ってもうそんなに近づいてるんですか、もうかなり出てきますよ。その後ですね、皆さんどう思うか分かりますが、マザーがいよいよ登場するわけで大丈夫です。バス釣りも上がってますので、もうマザーいけると思いますよ、はい、その後ね、やっぱりねバイオハザードゼロっていうのがあるんですよ、はい、バイオハザード1の時行った時にすでに何人かがもう食われたり死んでたりしてるじゃないですか。あ、そう、先に行ったやつが、そうあいつらか、先乗り隊の話があるんですよ。はで期待できますよ、なかなか。それにあとやっぱりほら試練があるじゃないですか。いつだ、中村さんも送らすんですよね。送らしますけどね。中村さんも永久に送らせますからね。中村さんも結構狼少年ですからね。狼少年ですよね。狼、まあ、とびっきりでかい狼が本当に最後に来てくれますからいいですけども、今のところ夏っぽい感じですね。こたつでは行って、ね、ドリームキャストも面白いんですよ。これって出る可能性は出てきてるの。難しい機能のセンサーを使ってるんで、専用コントローラーとかを作るのが無理だけれども、もしできるならば出したいみたいなコメントもらいましたよ。あのセガってあのソフト開発部が9つに分かれて分社化して会社できたじゃないですか、はいはいはい、個々にやっぱり収益上げなきゃいけなくなったんですよ、うんうんうん、やらなね。開発室個々に分かれたんですか。分かれて、それぞれ開発室、開発室会社なんです。リストラ室野球やサッカーっていうのはね、やっぱり年のもんですから。野球やサッカーは年のもんですから、つく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 って感じであそう、来るんじゃないですかね。まあ、さくらももちろんね出ますしね、すごい楽しい。あとそれから中さんの作
作ってるあのファンタジースターオンラインっていうゲームが、はい、国内のコンシューマーゲームで初のマルチアクセス型の、RPG なんで、うん、だから結構面白いのになると思いますよ。今みたいなさ言えないような話してる時の関連映像そんなんでんの、うん、出るんです。え、それは映像が変わるとか、うん、じゃなくて、あ、じゃあもうねシステム変えて、え、ね、それはな、な、な、うん、極めつけマジで、それドリキャスから、そう、ほな俺寝ねえよそんなのゲーム。この番組はファミ通なりたいと任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今週のファミ通は話題のスクープ第3弾ファイナルファンタジー9、いよいよ動き出したスクエアの超人気シリーズを本誌で初公開。新たなストーリーの魅力に迫るファミ通 .com 情報発信中。今度のファミ通 PS は発売間近 PS2 大解剖、ボリューム満点禁断の秘密に迫る、人気1番ベイグラントストーリー大攻略、ファミ通 PS 合併号絶賛発売中。64A nice round of applause. ワームが最高、動きがリアル、パターンを探れ、地形を読むのよ、本気って怖いわよ。任天堂64バスクリナンバーワン決定版、決定版。無事クリア。2対1で柴田リードのまま最終課題クレイジータクシー対決へと持ち越された。そこで順位は決戦に向け秘密の特訓場を用意。何も知らされていない3人は目隠し代わりのアイトレックで移動中も練習させられていた。何にやれよお前は。正直僕関係ないでしょ。どう、まあ、私全くね、なんでそういうこと言うの。関係ないでねえよお前。2人コンビでしょ、うん、正直引いてんだよね2人に。だっていつも言ってんのそんなこと。お前本当にだけ認識おかしいよ。お前は今降ろされるか降ろされないかって状況よ。そうだよ。そうだよ。番組ちょっと冷静に見たんですよ。うん、俺絶対必要ですって。お前自分で言うよね。すいません。何言って。いや本当に。そんなことは私だって必要だよ絶対に。いやそれはちょっと分かんないけど。なんで。なんで。すいません絵的な話ですこれ。なんでケツアゴがいるんだよ。ゲーム。どうなん？アイトレックの使い心地は。いやこれはすごいですよ。いやこれねすごいですよ。すごい迫力ありますもん。だろ？でしかも自分の世界にきちんと入れて。はい。はいはいはい、な他のこと考えなくていいわけよ。そうですよね。こんな山の中の景色なんか見てもしょうがねえだろ。山？え山？えちょっと待ってください。山ですよこれは。あダメ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 。ちょっと何これ。富士山だ。違うよ。富士山。そうそこは富士山を望む絶景の中、絶叫体験が満喫できる富士急ハイランド。あのキングオブコースター富士山でも有名なこの場所でクレイジータクシーのミニゲームクレイジーボックスの3回勝負で技術を磨く。よっしゃ負けない。負けない負けない。素晴らしい。ただ負けた方には罰ゲームありますよ。え？まあそれはしょうがないですよ、ね。どんな罰ゲーム？これはお互いしょうがないです。なんでそんな罰ゲーム入るの？ちょっと何それ？だって関係ないですもん。いやいやいやちょっとちょっと。なんで関係ないの？なんでまだ分かんねえんだよ。ここまで言われて。2人の対決でしょ？2人の対決ですよね。じゃあいいや分からしてやろうか。柴田くんが負けても、はい、お前も罰ゲーム。ちょっと待ってくださいよ。罰ゲームっておかしいよねやっぱな。おかしい。一生懸命練習するのに。練習するのに。じゃあね。じゃあね。じゃあねじゃあね。こういう感じしようか。試練。試練。いい響きだね。試練。最初の特訓はジャンプ台からの飛距離を競うクレイジージャンプ。基本テクのクレイジーダッシュをマスターするためのモード。まずは川村が挑戦。はい。入れて一番上まで戻る。戻る。少しでもな、はい、こっからだ。さあ行け。何度も何度も何度も行く。何度もやる。それ戻してまた行く。遅いんじゃないか。それじゃお前もっとリズムよく。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 4着。頼むよマジで。マジでとんがってきたもん。とんがってきたもん。とんがってきたもん。正気だまりのところがすごいなんか変になってるもん。レディーゴー。リーダーしたいです。あやばい。入ってない。入ってない。入った入った入った。いけ。
そうだよ。勝った勝った。やったー。玉袋を切り落とす。ちょっとした、ちょっとした試練で。なんだ、富士急関係にも。こうなってますよ、だって。富士急関係ねえもん。医者でやってください。富士急のものでね。それが言わせろよ。今やった。第一の試練はレッドタワー。地上52メートルからの落下はまさにクレイジージャンプ。これでいっぱいアドレナリンやドーパミンを出してきてください。ティガもうじゃあ燃え尽きちゃう、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 燃え尽きちゃう。なに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 、この高さ見たことない高さ、やばい。効果を打とう、効果を打とう、行くぞ。はい、ゲームが上手で日夜努力の16連射島田くん短くなってる。島田くん短くなってる。まぶたがピロ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 ってなってる。いや、じゃあそのままコマーシャルって言ってくんないかな。コマーシャル振ってくんないかな。コマーシャル普通にできんじゃねえか。いいのかよそれで。ファミツーブロス。タイプだけれどなんだかかわいい豚猫、豚猫。お金を入れたら何かが起こるぞ。貯めて楽しい貯金箱。次元を超えたスーパーリアルバスケットボールゲーム、ついに上陸。 NBA 全29チームを完全再現。NBA 2K、 これはすごい。ジュインキャス、嫌になっちゃったよ。ついに転勤させられそうなんだよ。いいよな、お前らサラリーマンは転勤があって。え、俺なんかさ、プレステ行きたくたってなかなか行かせてもらえないんだぞ。1、2、3、シーマンの本プレゼント、ジュインキャス。2つ目の特訓はクレイジードリフト。このゲームに最も重要なドリフトの技術を使い、制限時間内に何回回転できるかを競う。河村は4回転でタイムオーバー。柴田の腕前は40秒。微妙ですね。大丈夫、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 大丈夫。同点だった場合どうなんですか。同点だった場合はアンタッチャブル。柴田君だっけ、山田君だっけ。柴田だよ。さっき彼女が電話なったよ。マジで、マジで、いねえよ彼女。お前できてねえじゃねえか。おい、できてねえ。あー、1週2週、出ないとき出ないからね。また3週。
十分に分かってきますので、まだ体の震えが止まらない状況です。はい、どうもありがとうございます。あのノリゲーがドリキャスに衝撃だね。ゲーセンでマラカスをフリフリさせるあの人気ゲームに早くも移植版が登場。収録曲が増えた上に隠し曲もバッチリ用意。マラカス型の専用コントローラーも同時発売されるのだ。最後は今週発売の注目作。3年間の高校生活で恋人を見つけ出すのが目的の恋愛シミュレーションゲーム。ごめんなさい。登場する女の子が入力した名前を呼んでくれたり、お金や時間の概念があったりと嬉しい機能がいっぱい。目が厳しいな。主人公のスパイロと相棒のスパークスが世界中を駆け巡るアクションゲーム。いろんな国の人の悩みを聞いて自慢のアクションで解決するのだ。ミニゲームも60以上と超充実。落ちてくる泡に同じ色の泡をつけて消すパズルゲームの第4弾。泡を連鎖させて消すことで攻撃ができるようになったり、滑車の要素が加わったりとさらに進化しているのだ。同じ柄の麻雀牌を取って消していくパズルゲームの最新作。今回全40ステージのクリアを目指したり、4人同時に対戦したりとモードも充実。本格派の麻雀も楽しめる。アーケードで好評のパズルゲームの移植作。さまざまな球に同じ色の球をぶつけて全てを消すのだ。限られた数の玉でステージクリアを目指すモードなど、オリジナルモードも新登場。アーケードの人気シリーズ2タイトルを1本に収録したアクションゲーム。試合前のステージ演出、隠しキャラなど新機能を追加。対戦相手を倒すにつれて遊べるミニゲームも増えるのだ。さあ続いての試練はこれ、はい、ムーンレイカーでございます。出た。なんでそういうこと言うんだよ。第2の試練は強烈な横 G が体を襲うムーンレイカー。最大89度に傾きながらの回転はまさにクレイジーなリフトさながら。果たして川村は悲鳴も上がんないよ。見てください、写真集売上ナンバーワンが、写真集売上ナンバーワンが待っております。真横すもんね。これ地味だけどね、カラフルな拷問具だね。どうだった、メリーゴーランド風。下ろして。今ね、撮り方が分かんなかったんで、もう一回撮り直したいって今カメラさん。絶対無理。下ろして早く、レバー上げて。行ってみますか。嘘でしょ。連続ぐらいじゃん、一発。あったー、超ひどいの。あ、本当にもう一回乗るの。じゃあカメラさん適当に撮っておいてください。僕がちょっとお茶していきます。一旦暖かいと思います。寒いんで。やばいわ。うわー、じゃあ俺ホットカメラで助けてー。ゲームオンカー。はじめまして、マルヒゲヤです。幻のカードゲームカードヒーロー入荷しました。奥が深いんだけど簡単に遊べて実によくできている。この面白さ一言じゃ語れないんだよね。あ、それからマルヒゲヤはゲームボーイソフトカードヒーローの中にあるからね。新感覚カードバトルゲームボーイソフトカードヒーロー。僕らが君とドリームキャストのためにできること、それがセガオフィシャルマガジンファミ通ドリームキャスト3月17日各週刊化始まる。ゲーム、映画、音楽、DVD、PS2、 コンピューターエンターテインメントの全てを網羅。ファミ通。この番組はファミ通、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
んだかんだ言って最後の特訓でございます。OK、はい、です。最後の特訓は、はい、そうですね、あの自動で教習所で言うならば仮免教習みたいなもんですから。よっしゃ。最終特訓は3人の客を目的地に送り、そのタイムを競うクレイジージャム。まさに総合力が試されるクレイジータクシーの仮免試験なのだ。どっちが先にやる？長かった長かった長かった終身があるから長かった。そうか、しかもねあれ2回も回ったおかげで、ね、余計長くなってるから。でもう一回で確認しとくね、まさかは分からないはずはないけれども、はい、柴田君が負けた場合は山崎君も一緒に。なんでですか。嘘つけよ。さあまず1人目とにかく、まあ、まずこういう人1個1個カメラ1個1個いけよ。1個1個と次のお客さんすぐいるから、はい、そこ、はい、2人目すぐいない、すぐ手前、何やってんだおい、何やってんだお前、あそこの道だろお前、2人目下ろしたとこさ、ね、早く乗って、早く乗ろう、ここまで3人目が乗ったところまで、乗ったところまで、よし、はい、左から、1人目、いいよ、頑張れ、そっちの車、よしよしよし、ということはこれは両方とも試練を与えなきゃいけないね。ちょっと待ってくださいよ。乗って進みますよこいつは。さっき言ったら仮面のテストと一緒なんだから、はい、最後まで感想できなかったら両方とも不合格じゃねえかお前。不合格は合格だろそんなもの。なんだお前らジャージ着てバカ者。これは伊集院さんの指令でしょうがよ。それは関係ないでしょ。とにかく、はい、みんなはスピード感もカーブも G も、はいはい、ね、それからその迫力もスリルも、はい、アドレナリンもドーパミンも全部出るように、はい、この試練富士急ハイランドといえば、はい、あなた何さっき、はい、メリーゴーランド、メリーゴーランド、あ、はい、全然ダメ、スピードない。さあ富士急ハイランドといえばあなた何。富士急ベンチ。間違いない、富士急ベンチ間違いないんだ。ほら富士急ベンチ乗ってるな、間違いない。お答えは、はい、富士山でございます。あー、もう富士山だけはやだ、やっぱりな、富士山だけはやだ。そしてここでロケの大遅刻に始まった山崎のふざけた態度に伊集院の地獄の制裁が下された。何はいいよ、まだ普通に寒いだけだから、一人遅刻してきたから罰ゲームはさらに罰で、パンツ一丁だってんだよ。さあ、かわいそうですよね、かわいそう、2人の時間ちょうだい、残念だなこれな、2人の時間ちょうだい、ちょっと4時間待った、4時間待って待った、はい、年齢ってノーノーと来たじゃない、はいはいはい、だからそういうの差つけないと。そうですよね、でもね、行きましょう、行きましょう、これパンツ一丁だということで、最終試練はキングオブコースター富士山だが、なんと突然の強風で運行が中止されてしまった。ということで、富士山の代わりにですね、階段があります、はい、ダブルループに乗ってたことになる。残念、しっかり行きましょう、行きましょう、はい、おめでだ、あれは編集でなくなってませんから、パンツ一丁で、あれだけ遅刻の事実はなくなってませんから。マジっすか、何やお前、みんな乗り込んで、どういう普通の計画、すみませんね、ちょっと待ってくださいね、あの今すぐ乗り込み終わりますからね。でですね、私ルールブックですからよく聞いてください、はい、最後一周して戻ってきて止まったらカメラ寄ってきますんで、はい、河村さん3月9日、はい、いよいよ最終決戦お楽しみに、はい、これで番組終わりますんで、はい、噛んだらもう一周です。え、いやいやいや、では参りましょう、いってらっしゃい。あれね、怖いとかスピードとかじゃないわ、寒いわ、寒い、感じました、ちょっと待ってください、感じました。それともう一個ごめんなさい、言ってから気づいたんだけどね、オンエア日間違えちゃって3月22日だって。ちょっと待ってくださいよ、おいおいおい、こんな見ちゃうかよ、いいねバカ、お前はバカ、間違えるバカ、どういうんだよ、なんで裸なの。お前がさっちゃった
間違えちゃったやめ カメラさん行ってください。どうぞ。3月22日最終決戦お楽しみに。よっしゃー OK です。心臓やばい、心臓やばい、心臓痛い、心臓内臓が痛いね、内臓がやばい、やばい外じゃない、もう内臓が痛い、内臓がやべ、なんだろこれ、外じゃないの、外じゃないんだよ、内臓が痛いなんだよこれ、なんか次肝臓が寒いんすよ。いけねー、いけねー、どうすか、クランちゃん、すぐロケバス持ってっちゃった。おめえ何してんだよ。いいでしょこんなやろ。これ特訓なったのかよ。また来週。また来週じゃねえよ。内臓がいてんだ。医者連れてって。医者連れてって。医者ねえか。医者だ。経験ねえのかお前ら。経験ねえのかよ。医学の経験ねえのかお前ら。教えろよ、なんだよ、なんだよ、この痛みはなんだ。教えろよ、医学に興味あるやつ教えろ。ということで、くしくも番組100回記念の次週は番組降板をかけた最終決戦、川村ひかりとアンタッチャブル。番組に残れるのは果たして。今夜もファミ通より攻略本レイグランドストーリー公式ガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。さらに今回は番組内で使用していたオリンパスから発売中のアイトレックもプレゼントします。このアイトレックを使えば様々なビデオ機器につないで大迫力の映像とサウンドが楽しめます。世界最軽量なのでどこにいても使用できるこのアイトレックを抽選で1名様にプレゼントします。宛先は番組の最後で。そして番組特製クオカードプレゼント、全国提携の加盟店でご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。